中東歴訪中のアメリカのブリンケン国務長官は7日、イスラエルとイスラム組織ハマスの仲介役を務めているカタールを訪問し、ムハンマド首相兼外相と会談しましたブリンケン氏は、パレスチナ自治区ガザでの戦闘が各地に広がる恐れがあると指摘し、紛争拡大の防止と持続的な平和の構築に向けた協力を中東諸国に呼びかけました。